はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではロストヒーローズ2ですね。このまま進めていきましょう。ブリーフィングルームと、ちょっととりあえずまずはチップを報告しましょう。おー、アゲハヤミー、ガバドン、ウィークアップだけ。話をする。何をしている？ガルーダの教える場所へ急げ。そこでクライシス帝国とベリアル軍が戦っているはずだ。怒られちゃった。じゃあちょっとスキルツリーを強化しましょうか。仮面ライダーブラック4レベルだし強い。どうしようかな。こことか2、3、3、4、これはなんだ、メインクエストか。ああ、進めていくとってやつね。フレームスラッシュストライクを鍛えた方がいいのかな、それとも進んでった方がいいのかな。とりあえず これは基礎になりそうだから上げとこう。わあ。で、ウォーターか、これ氷属性。うん、足りないですね。じゃあこれをレベル2にして、ブレイブスキル。おお、ヒットポイント回復。あ、ブレイブスキル、そういうあったね。ラッシュターンをしのぐと発動するみたいな。ダブルシュート威力500とか言って強え。ほんほんほん。あ、これもブレイブスキルか。ブレイブスキルは覚えておこう。ほい。ウルトラマン覚えられるかな。覚えられる。仮面ライダーはブレイブスキルはないっすね。うん、じゃあこれんなもんでいいかな。フォースなんかありましたからね。あれ、あ、ウィークアップ。あ、ダメージ上昇か。一応こいつつけとくかとか思ったらつけらんない。うわ、フォース CP が足りないんだ。装備とか言ってなんもないし。クエストは激突クライシス帝国 VS ベリアル軍、これっすね。そうか、多分さっきのところでも取りこぼしがあると思うからな。なんか全部探索できなかったっぽいし。装備強化が解放されましたって言っても装備持ってないんですけどチュートリアルが始まった。チュートリアルを始めます。装備品はアイテムラボで装備品や素材と合成することで強化することができます。ああ、素材持ってましたね。素材を行うにはまず強化したい装備品を選び、次に合成する装備品か素材を選びます。強化した後の装備品能力は、画面右に表示されます。一つの装備品に対して合成可能な上限回数は5回。考えて合成する必要があります。装備強化チュートリアルは以上ですと。まず装備がない。お金をちょっと手に入れたから購入しましょうって言っても166円しかないマジかよ。キュアパニックとかすら買えないんだけど。なんか変なパンツしか買えないよ。パンツしか。精神が5上がるな。パンツ10円だしな。なんか4つ買っとこう全員分パンツ購入。 OK で、パンツを装備しよう。装備フォースか。はい、パンツを装備します。明日のパンツ。はい、次。明日のパンツ。はい、次。明日のパンツみんなパンツ。 OKOK。 じゃあゲートポート。キューブ選択と。マウンテンキューブっすね、確か。中継地点1。マウンテンキューブ。マウンテンキューブでいいんだよね違ったりして。いきなり始まるなこれ。うん、なんもない。調べる。透明な壁が行く手を阻んでいく。あ、コースだ。透明な壁ができてからいけねえんだ。セーブしますか。イエスあれ、結局何にもできないで終わったよ。こっちじゃないんだ。
ほい。え、これ何？戻るんじゃないの？あ、戻るのって確か説明書見たらリターンがあったな。これで一瞬で戻れるんだ。ちょっともう一回もう一回、クエスト確認。あ、そうだ、あのコロニーにかけらがあるかもしれないって言ってたから、やっぱりこっちだ。間違えましたね。マウンテンキューブは早かった。コロニーキューブだ。で、毎回こっから始まるのか。とりあえず地図を埋めないと。どっちだ。こっちはなんかこっち行ってもなって感じだからな。で、ここも特段何にもないと。敵は同じ。とりあえずオートセントで行くか。AP が欲しいっすね。 AP が、どっちだ。これいけるか。いけない。こっちに行って、ちょっと探索をするか。どこへ行けばいいんだかわからないな。ここ最初のところ、最初のところから奥に行けんのか。RX じゃねえや、ブラックだっけ。なんか強いんだか強くないんだかわかんないし。あー、いけない、行き止まりだ。ではないと。これ戻るのも結構大変だな。こっちはいけない。うん、うわあ、バックアタック。ブラックちょっとヒットポイント減ってきたな。もともと仮面ライダー系はヒットポイントが低いのかな。こっちか。そうするとここは行ってもアイテムがあるだけ。ここも行けないよな。ここも一回転していくだけだから、こっち。あ、そう、三本の杭がどうたらこうたら。こっちに行ってないな、こっちに。経験値の入りが恐ろしく少ないな。おお、こっちがいける。うわー、アイテムだけか。キュアパニック。さっきの奥に進んでいく感じか。そうするとどっちだっけな。こっちかな。
てこっち行って、こっちが行ってないな。こっち行ってないな。あ、ここで繋がるんだ。まあそれだけか。ウィザードがちょっと減ってきた感があるな。レベルが上がれば回復しますからね。これこっち行ってない、なんもないと思ったらアイテム発見、ライフキーと。結構強い。ゴッドがピンチ。ゴッドもそろそろレベルは上がるな。ただどうしよう。まあヒールを使いますか。死んでもあれだしな。こっち行って、こっから先が行ってないな。うわー、新しいやつが出てきた。よーし、ゴッドガンダムレベルアップ。果たしてこっちで合ってんのかどうかすらわからない。緑のマラカイなんていましたっけ、その。お、粉々のターコイズ。ちょっとルートが分岐してるな。この組み合わせばっかだな。ウルトラマンゼロ、マジ攻撃力強いな。どんどん奥に進んでるけど。アイテムの部屋か。ライフキーと復活キーと。ここら辺のアイテムは意外に手に入りますね。ライフキット、復活キットは。やばい、ブラックがやばい。まだ全然レベル上がんないし。回復させましょう。ウィザードヒール。お、なんか始まった。そろそろベリアル軍とクライシス帝国の戦場だが、特に欠片の異常反応はないな。待て、ロト隊長、君たちどこへ行く。この先だ。ベリアル軍とクライシス帝国が戦っているらしい。やはりそうか。君たちだから話すが、それは我々の仕掛けた罠だ。罠。欠片の偽情報で両軍を同じ場所におびき出し、遭遇戦を起こさせる。我々連邦軍は気づかれないように戦場を包囲、彼らが消耗したところを一気に叩く作戦だ。大規模な作戦ってのはそれだったのか。まあそういうことだ。俺たちは手出ししない方がいいな。いや、せっかくだ、協力してくれないか。少しでも戦力は多い方がいい。わかった、手伝おう。でどうすればいいんだ。戦場に着いたら俺と一緒に身を潜めてくれ。様子を見ながら攻撃開始の合図を待つんだ。了解。ではこの先の戦場で。大規模な作戦。
言ってもこの街中っすからね、これコロニーの。ドドドドガーン激しくやってるな。とりあえずこっち行きましょう。うわーバカタックだ。結構食らうな。回復させないとまずいかな。こいつの SP がなんかなくなっちゃうよ。こいつも半分くらい減ってんな。扉があるから扉の方を行ってみよう。特に何にもない。こっちも扉。あ、ここは繋がったのか。こちら側からはいけないみたいなところでしたね。地下層するとズガガガーン。うお、こっちだ。来い、ここに隠れろ。隠れる場所なんてあるかこれ。ゼロたちはロト隊長をはじめ連邦軍とともに物陰に潜み戦場の様子を伺った。クラシス帝国の者がなぜここに。ベリアル軍こそどうしてここに欠片があると分かった。チャップ行け。ウェイウェイウェイヌー、おのれレギオノイド、奴らを排除しなさい。ウェイ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 、なんということだ。ほうほうほう、かけらは渡しませんよ。あれは我らがカイザーベリアル皇帝閣下が手にすべきものなのです。黙れ、クライシス帝国の偉大なる目的のためにかけらは必要なのだ。グハ、何をしているチャップ。こちらは数で勝負だ。ウェブ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 、何なんだこいつらは。何人束になろうとも無駄ですよ。レギオノイドって強いの、一般兵にしては。おお、蹴散らしてるね。ほう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 、すべてのかけらを集めリジェスを復活させるのはカイザーベリアル皇帝閣下なのです。このままでは不利だ。ボスガン、助太刀に来たぜ。ヒャッハッハ、このゲドリアン様も力を貸すぜ。おやおや、幹部がお揃いで。レギオノイド、まとめて倒して差し上げなさい。おお、かわした。そうはいくかよ、オラ。ひょー、さすがカテゾーン、だが俺だって負けてないぜ。クライシス帝国を舐めてもらっては困る。はあ、多少は骨があるようですが、こちらも数を揃えていることをお忘れなく。うわ、レギオノイドってそんな強いの。そろそろ頃合いだな。準備はいいな。まあ多分回復はしてあるから大丈夫でしょう。おう、よし、全軍攻撃開始。ロト隊長の合図で連邦軍は一気に戦場になだれ込み、ベリアル軍クライシス帝国を激しく攻め立てた。行くぞ。ロト兵士なんだ。ジェガン兵士、そこだ。ジェガンとか超弱いイメージがあるんだけど。いっぱいやられてたじゃん。おー、スタークジェガンがいる。させるか。ウェブウェイ。おー、リゼルもいる。まだまだ。連邦のモビルスーツ、罠だったのか。まさか欠片のありかも。ああ、我々が流した偽の情報だ。なんたる失態。
偽の情報をつかまされていたとは。くっ、こしゃくな真似をしてくれる。チャップ部隊行け。一体どれだけいるんだ。隊長、こいつらは俺たちが引き受けるぜ。頼んだぞ。ヒーローどもが現れたか、構わぬ、やってしまえ。おお、4体出てきた。え、これって雑魚戦だよね。ちょっと一体ずつ左から攻撃してみるか。うわー、なんかガードされた。てか強くね。なんか超弱いイメージがあるんだけど強くね。え、何これ、めっちゃガードされてるよ。なんで。スキルゼロナックル、マシンキャノン。こいつスキル覚えてねえや、そういえば。あ、いたたたた。てか数の暴力数の暴力反対。やーべえ。おお、こいつはまずヒールを使わないと絶対無理だ。でウルトラマン攻撃力高いから、ゴッドガンダムも攻撃して、こいつはちょっとライフキットで回復させよう。やばいやばいやばい、切り方死ぬ。うわ、死んだ。無駄になったけど一応あいつを回復したか。そう、これピコピコなると弱くなるらしいっすね、ウルトラマンシステム。復活キット何個ある。いいね。ダメだ、なんか全然当たらない。ヒールで回復して、まだピコピコいってんな。まあいいや、攻撃しよう。マシンキャノンの方がいいのかな。でバズが強いよ。クリティカルってこれかよ。ウルトラマンまだちょっと弱ってるから、ライフキット。結局ライフキットなくなりそうだし。ヒール、こいつは結構早いし、食らったら死ぬぞ。お、危ねえ。フレームスラッシュストライプとかどうなの。マシンキャノンの方がいいな、これは。おお、93。やばいやばいやばい。オッケー。じゃあちょっとあと1人なんで、戦闘はスキップしないでいきましょう。マシンキャノン。うら、キール、バルカン。83か、強いね。一応回復はさせとくか、早め早めに。結構食らうからな。打撃系が通らないんだな。バルカン。まだ残ってるか。ああ、倒した。いやー、やっぱ強いな。なんだよ、ザクウィーみたいな感じでやられてたのに。4体相手にするだけでいっぱいいっぱいだし。おお、マジかよ、強力な海魔獣人で始末してくれるって。イデオ、ガイナガモス。うわ、強そう。ガイナガモス強敵だが負けるわけにはいかない。へえ、マジですかい。さっきの前哨戦だったのもうすでにピンチなんだけど。ゼロナックル使うか、一応マシンキャノン使うか。136、まあ結構通るな。いけ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 、完成した完成した。
みんな感染した。バルカン。これいくつだ。96。やっぱりちょっと。やばいやばいやばい。感染マジやばい。間違えた。とりあえず回復させて。こいつはやっぱりダメージ通るから攻撃して、あとは感染ウイルス、これか、1人ずつ回復するか。感染感染どれだ、泣くねえもんない。感染回復できない。これ治んのかな自動で。クラエクヒール、ててて、自分を回復して、まあゼロなってる、まあ、攻撃でいいでしょう。攻撃とバルカンはどっちが強いんだろうな。てかマジックパワーがない。78ってあんま変わんねえな。やばいやばいやばい、こいつやばい。今ウルトラマンがピコンピコン状態だから、こいつアイテムを使おう。うわ来た。強烈な必殺技だけミスったし、強力な必殺技が欲しい。今俺何使った、あ、復活キット使っちゃった。もしや、え、あと1回しか使えないよねこれ。てぇ、おーやべえ、マジやべえ。とりあえずアイテムで忍ぶか。ライフキットだいぶ使うな。バルカン使うか。飛びかかってきた。バルカン。でもなんかすげえ強い攻撃って感じではないな。93。若干こっちの方が強いな、やっぱりバルカンの方が。うら。あれだ、ウルトラマンか。ピコンピコン状態だと超弱い。攻撃を仕掛けるか。よし、いけ、総攻撃だ。うら。超音波。おー、弱い。これ2発目にすると超弱いからな。なんなんだこいつら。回復タイム。自分で回復させよう。ライフキットめっちゃ使うな。うらミスター、なんてこった。見て、てらもうこいつは使えないけど、パワーも相手結構減ってきたな。よし、これでどうだ。うらオッケー、これで経験値50だからね。全然レベル上がんないよ。よし、ガイナガモスまで倒されるとは。勝負あったな。いや無理だよこいつら。こいつらかかってきたら絶対勝てないよ。この状況はさすがに不利だ。そうか。ひぃ、まさかこんなことになるとは。次はベリアル軍だ。いや無理だよ、もう戦えないよ。マジで。ふん、なかなかやりますね。レギオノイドでは少々力不足のようです。思い切ってブリガンテを使いましょう。無理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 、もう。ブリガンテ、まさか。ゴゴ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 。その時、轟音とともに上空に不気味な影が現れた。
帝国殲滅艦ブリガンテの空爆で跡形もなく消し去って差し上げましょう。なんだって？欠片がここにないと分かった以上、手加減する必要はありません。確保なさい。ドコーンドコーン。おお、直撃した。ドコーンドコーン。どうやって戦えというんだ。ここはもう引くしか。逃がしはしませんよ。ドコーンドコーン。うわー、まずいぞ。どうすりゃいいんだ。そろそろとどめといきますか。おお、これはあれ、何をしてきた。なんだなんだ、何が起こってる。ああ、あれブリガンテだったんだ。一体誰の仕業だ。おお、ローゼンズールっぽいな。お前たちは袖付きのモビルスーツ。ギラズールにローゼンズール、なぜ袖付きが俺たちを。勘違いするな、我々ネオジオンは貴様らを助けたわけではない。おのれ、よくもブリガンテを。レギオノイド、袖付きを倒すのです。ふん、絶対こんな簡単に倒せないんだけど、今の俺たちの力だ。超苦労しそう。ここで消耗するのは愚の骨頂ですね。一旦引きましょう、いずれまた。おい待て、あいたたたたたた。グハ、どういうつもりだ。言っただろう、貴様らの味方ではない。連邦軍でもベリアル軍でもないのか。ゲドリアン、撤退するぞ。俺たちもこれ以上消耗することはない。かけらがなければこんな場所長居は無用だ。クライシス、グワーン。袖付き、お前たちは何が目的なんだ。これぐらいでいいだろう。引くぞ。はっ。あいつら、待て、やつらと今やり合うのは得策ではない。だが奴らは一体何なんだ。ネオジオン、別名袖付きという連中だ。元の世界では我々に敵対する勢力だったが、こちらの世界では争いに加わることもなく生還を決め込んでいたのだ。それがなぜ突然。わからん、連中も欠片の入手が目的なのだろうか。いずれにしても素性のよくわからない組織に欠片が渡るのは危険だ。もし知っていれば教えてほしいのだが、欠片とは一体どういうものなのだ。おいおい、知らなかったのか。いや、敵が野望を叶えるために血眼になって探している危険なものだという認識はあるが、実際どういったものかはよくわからないんだ。そうか、じゃあ話そう。欠片ってのはそもそも以前、俺たちがゼロたちはリジェスをめぐる戦いと欠片が誕生した経緯について話した。いや、俺も経緯わからないんだけど、やってないから。なるほど、闇の力の塊といったところか。そんなものがこのキューブのどこかに。欠片があれば闇の力の影響で周りに異常なエネルギー反応が出るはずだ。そういった場所に心当たりはないか。我々が今までに調査した第一居住区にはそのような兆候のある場所はなかったな。あるとしたら第二居住区以降だ。第二居住区へはどこから行けるんだ。道を教えよう。ほんほん、我々もエネルギー反応に注目しつつ探索してみる。 OK、 絶対に敵より先に見つけてやるぜ。かけらの探索、
はい、ということで、とりあえず一旦ボス戦が終了したので、ちょっとだいぶこっちも消耗してるんで戻りましょう。リターン、拠点に戻ります。これで回復はしたのかな。拠点に戻ったことで回復してますね。ちょっとお金もなあるわけじゃないし、アイテムいっぱい使っちゃったし、結構厳しいなこれ。 SP30 回復するのに1500円もすんのこれマジかよ。なるほど。パンツあんまり役に立ってない気がすんな。あと RX をちょっと鍛えないといけないですね、スキルツリーで。とりあえずライダーパンチだな、これ覚えないと話にならない。あとどうしようかな。ここら辺がライダーチョップレベル1。これはこのままこう進んでいくのか。必ず命中。防御力と攻撃上昇。ちょっと攻撃系をじゃあ覚えていきますか。まあ、多分ブラックはまだ弱いんだな、これしかないってことは。ライダーキー、上昇効果を打ち消します。フォースキャバ上昇3。フォースキャパシティってなんだっけ。とりあえず覚えとこう結構いっぱい覚えられんなこいつ。バイタルチャージ、なんか良かったのかっていう感じがするけど。あとはウィザード、334。とりあえずどうしようかな。じゃあこれか。ほい、うわ高っ。これはもう覚えただろ、ブレイブスキル。ゼロナックルレベル3か。ほい、これもじゃあちょっと3にするか。ゴッドスラッシュがある。 OK。 あとそうか、ブリーフィングルーム行ってチップ報告して、マラサイ渾身なんだかわからん。はい、ということで、じゃあとりあえず今回はここで、一旦終了して、まあ次回はそのまま第二居住区ですね、探索していこうと思います。では今回はこれで終了します。